はい、基本一人です。いつもありがとうございます。5月もね、中旬になってですね、かなり暑くなってきましたね。去年はね、こちらの台所エアコンをね、設置したんでね、かなり快適になりました。ただね、こちらのね、東側の窓ですね、朝日のね、光がね、強烈すぎてね、なかなか眩しい。あとは、エアコンのね、効きもね、悪くなるということでね。まあ、去年ぐらいから考えてたんですけどね、日よけですね。サンシェードみたいのをね、ちょっとね、購入を検討してます。まあ、今もね、こんな感じで、ちょっと見えるかな。すだれがね、かけてはあるんですけどね、本当に朝日がね、強烈すぎてね、あまり効果がないということで、ホームセンター行ったらですね、2000円ぐらいでですね、日よけですね、サンシェードっていうシートがあるんで、そちらをね、ちょっとね、設置していこうと思います。あとね、ついでにっていうわけじゃないんですけどもね、浴室のね、カビ取りですね。浴室のね、洗い場の床の、目地のところにね、かなりね、カビが目立ってます。以前もね、半年に1回ぐらいね、カビキラー使ってカビ取りやってるんで、そちらの作業もね、動画にしていければと、思ってます。はい、ホームセンター来ましたね。DCM ですね。昔はカーマって言ってましたけど、今 DCM でコマーシャルやってるみたいです。確かね、2メートル ×2 メートルのやつがね、税込みでね、2000円ぐらいでね、売ってたと思うんでね、そちらをね、買いに行くつもりですね。まあ他にいいものがあればね、別ですけれども。ちょっと買ってきます。はい、買ってきました。サンシェードですね。DCM ブランドのやつ。1年保証のね、2メートル ×2 メートルですね。紫外線85%カットということでね、水洗い破れにくいなんて書いてありますね。はい。あとね、先ほど言ったんですけどね、JA トピアのね、販売所行ってね、まだ夏みかん売ってましたね。120円で3個ですね。これも買ってきました。ということで、家に帰ってね、ちょっとこちらサンシェードね、設置していこうと思います。まず、冬に使ってたね、すだれをね、取り外しますね。また寒くなったら、サンシェードはね、取り外しして、こちらのすだれをね、また、使っていこうかなと思ってます。サンシェードのね、シートの一番上の部分にですね、穴が開いてまして、そちらの穴にね、金具がうまく、引っかかるようにね、位置決めを、してますね。そして決めた位置にですね、金具が、しっかり、入るように、キリでね、穴開けを、やってます。最初に使わせたキリはね、あまり専門的なやつじゃなくて、おまけでね、ついてきたようなやつなんでね、非常にね、穴がね、開くのが遅くてね、すごく時間がかかりましたね。大変でした。最初にね、使わせたしょぼいキリが折れてしまいました。工具箱は刺したら、本格的な木工用のね、キリも見つかったんで、そちらをね、使ってやったら、割と効率よくできましたね。下のね、隅は、紐とね、レンガの重しで、斜めに固定します。
はい、なんとか終わりましたね。上の金具があんまり頑丈じゃないんでね、あんまりピーンと張るのも何かと思いました。まあ、これで十分ね、遮光性が、光が入らなくて、一応ね、網戸を通して風も通るという感じで、いいんじゃないでしょうか。はい、なんとかできました。朝日がですね、以前のね3分の1ぐらいですね、なってますね。よかったです。冷房もね、これで効くんじゃないかなと思いますね。はい、おはようございます。朝のね6時半ですね。もうねかなりね日差しがきついですね。暑いです。日よけをね、設置してよかったですね。我が家のね東向きのね、部屋でね唯一、雨戸がねないのがね台所だったんでね、今回の日よけ設置よかったですね。サンシェイド、弟の部屋と僕の部屋はねこのように雨戸があるんでね、暑ければね閉めればいいんですけど、台所はね、そうもいかなかったということで、もっと早くやっといてもよかったですね。ということで、現場からは以上です。はい、浴室と洗面所ですけども、築47年ですけどね、こちらのユニットバスですね、こちらはね、だいたい10年ぐらい前にちょっと工事やったのかな。だからまだ新しいんですけどね、さすがにねカビが、こういう床はね結構、かなり、目立つようになりましたね。この白いとこと比べればわかりますけど、半年に1回ぐらいねこちらのカビキラーですねやってます。まあ一応ねこちらの黒い、ところがね、目地のところがねこれぐらいの白い感じになればいいかなと思って、やってみますね。多分ね3時間ぐらいちょっとね、カビキラーつけてちょっと放置しようかなと思います。その方が綺麗になると思うんで。でこちらの余分なものですねはこちらに置いて、はい、こんな感じでここをね床だけをちょっとざっと白くしていきたいと思います。はい、2時間ほど経ちましたね。こちらのねたわし使ってねちょっと磨いてきますね。かなり落ちてると思います。これね落ちてるね。はい、あ、こうやってきれい、きれいになると気持ちいいね。本当にいいですいいです。じゃあこのまんまちょっとね全部やってきますね。一旦カメラを切って、もっとね白くなるんじゃないかなと思ってね頑張ってやりすぎて、疲れちゃいましたね。もうこれで終わりにします。だいぶ白くなったと思います。どうかな、見えるかな。ちょっと隅の方はね黒いのが取れなかったですね。まあいいか。はい、どうでしょう。かなりね、綺麗になったと思います。足の裏がねぬるぬるっとしてましたけどね、
多分次からシャワー浴びるときは大丈夫でしょう。はい、すっきりしましたね。本当、ちょっと時間もね、意外とゴシゴシ最後やったんでね、疲れました。ということで、現場からは以上です。